はい。ということで、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。えー、っとですね、まあ、まず、あんま動画とは関係ないんですけども、今朝ですね、あの、ラグビーワールドカップ日本戦行われまして、えー、日本がサモアにですね、えー、28対22やったかな。それで、えー、勝利しました、えー。僕もね、朝4時に起きて見ておりました。えー、本当に勝利おめでとうございます。えー、次のね、えー、決勝トーナメント進出をかけた、えー、アルゼンチン戦もね、えー、再来週の日曜日、じゃあ来週の日曜日か、に行われますんで、 まあ、それも、まあ、時間次第ですけどね。えー、見たいと思います。えー、というわけで、まあ、本題に入るんですけども、まあ、先週ですね、あの、えー、阪神競馬の厳選予想っていう動画を出して、まあ、それが思いのほか伸びたんですよね。で、しかも、しかもですよ、どうせ当たらんやろうと思ってたら、1レースで、ね、なんと当たりましてですね。えー、しかもそれで、その1レースの的中だけでプラス収支に持っていくことができまして、おかげさまでね。はい、ということで、えー、今週もその企画継続してやりたいと思います。えー、っと、 9月30日土曜日ですね。こちらの阪神競馬の予想。今回も3連複を軸にね、やっていこうと思います。えー、では予想の方入っていきましょう。ということで、えー、予想に入っていきます。えー、今回もですね、先週と同じように3、回目の方はですね、えー、3連複のボックスもしくは1等軸流し、えー、こちらで、えー、お願いいたします。えー、ということで、まずね、えー、今回もですね、出走等数の多いレースから積極的に狙っていくんですけども、 え、まずは、阪神8レース、土曜阪神8レース、3歳以上2勝クラス、芝1400メートル。えー、まず、えー、ピックアップ馬。えー、今回は6頭ですね。はい。まあ、軸は、えー、番、3枠6番の鈴ハローム。まあ、これもあんまり逆らう要素もないと思うんで、この馬軸でいきます。はい。えー、ピックアップ馬ですけども、2番、サバイブ。5番、ブリュッと見れじめ。6番、鈴ハローム。8番、シティレインボー。 13番、ウィン、ウィンバグース。14番、ルミネイト。で、スズハローム軸で、えー、後の5等に流すという形でいきたいと思います。はい、ちょっとね、<laughs> スズハロームがかなり人気しそうな、全、事前オッズではかなり人気しそうなんで、えー、積極的に走れそうな穴から狙っていきました。まあ、1004ってことで、まあ、あ短,短距離のブレに入ると思いますんで、まあ、若干荒れ狙いの、えー、予想でございます。はい。 続いて、阪神10レース、西宮ステークス、えー、芝2000メートル。えー、ここは、3連服、5等ボックスでいきます。えー、ピックアップマで,ですけども、2番、マテンローアレス、3番、アサケレディ、9番、チャンスザローゼス、11番、サンライズ・ロナウド、15番、エア・サージュ。この5等ボックスでいかせていただきます。こっちも、ちょっと、まあ、1番人気、4番人気、予想落ちでね、 で、5番人気。まあちょっと、こっちもね、穴も含めたボックスで狙っていきます。はい。で、11レースのシルースステークスなんですけども、こちらはまたね、あのー、今晩に予想動画、ショートで、ショートの方で出しますんで、えー、そちらを、えー、見ていただければと思います。で、えぇ、ー、阪神12レース。えー、3歳以上一勝クラス、ダート1400。えー、こっちも5等ボックスで行かせていただきます。えー、まあ、 ピックアップ、まあ、ペプチドタイガーがね、結構人気しそうな感じはするんですけど、あんまりその <coughs>、めちゃくちゃ信用できるかって言われたら僕はそうでもないと思うんで、この予想オッズ1.9倍なんですけど、今の時点で、金曜の夕方の時点で1.9倍なんですけど、まあ、このオッズほどの信頼ではないかなと見てます。はい。てなわけで、えー、ピックアップバーですけども、えー、3番、オールアイウォンと9番、バンベルク 11番、ペプチドタイガー。15番、白ワインアテナ。16番、リシャール・ケリー。えー、この5等ボックスで行かせていただきます。はい。えー、ということで、まあ、あと、シリス・ステークスについてですけど、まあ、今のところ本命で考えてるのはやっぱり、ハギノ・アレグリアスですかね。まあ、大外枠ですけど、はい、状況も問題なさそうでしたし、 ま、ここは逆らう要素ないかなと思うので、素直に萩のアレグリアス本命でいきたいと思います。はい。対抗に関してはちょっと結構、バラ結構迷うところはあるんですけど、キリンジなんか面白そうな感じがしますけどね。で、ま、穴馬で言うとフルボートなんかは、結構いいんじゃないでしょうか。で、クリオドラゴンが、このオッツっていうのがあんまり、予想9番人気なんですけど、 多分もうちょいおっつ上がると思うんですけどね。まあそんなところですかね。まあ以上が僕の予想になるんですけども、えー、まあこの予想はですね、あのこの阪神のこのところの高速馬場を想定した予想なんで、まあ今回阪神開催、秋の開催最終週ということで、まあちょっと若干希望も込めてですね、この10レースの西宮ステークス、まだ違う観点からの予想もちょっとちらっとお伝えしていこうかなと思います。まああの、 ま、あ、違う観点って何かっていうと、内枠の逃げ馬と、外枠の差し馬。これを狙うという。外枠の差し馬と、あとは、えー、もう最高峰からでもいけそうな馬っていう観点ですかね。内逃げ、外差し。この観点から見ていくと、あと、最内から、内、内らし沿いに潜って差してくる馬も、まあ、ありかなって思うんで、そのかん、 その観点から見ると、えー、1番のリカン・カブール。2番のマテン・ロアレサ、さっきも選びましたね。で、えー、っと、最高峰からいけそうな8番のアイン・ゲーブング。で、あとは、外枠の4頭。トゥルー、トゥルービル、ボーデン。さっきも選んだエア・サージュと鈴鹿のロッソ。だから、外枠、外の4頭と、えー、8番、アイン・ゲーブング。 で、ま、天狼アレスとリカンカブール。この7頭か。7頭ボックス ?3 連服のね。さっきとまた違う観点で選んだ。この7頭ボックスも僕はまあありかなと思います。まあ、これはね、あの、当たったとしても僕の的中実績には入れませんので、まあちょっと、ちょっと僕のなんて言うんですかね、一人ごとぐらいに <laughs> 聞いてくれたらなと思います。僕は買うとしたら、まあさっきあげた、えー、予想の解明の方が、 ま、信頼度はありますけど、まあババ、ばば、状態がどうかわかりませんので、まあ、一応念のためね、こういう、打ち逃げ外差しの、こういう予想も立ててみました。まあ、ご参考程度にね、えー、していただければと思います。え続いて、スプリンターズステークスの方ですね。こちらはちょっとだいぶ予想固まってきましたね、僕の中では。まあ、スプリンターズステークスなんですけども、まあ、本命は、ま、ま、こちらでいこうかなと思います。はい。 えー、追い切り見ててもタイムもいいですし、まあ、ママコチャ前走北九州記念2着でしたっけね。はい。まあ、悪くない走りしてたんで、まあ、ここは本命で行こうかなと。まあ、人気の一角ですけどね。で、相手なんですけども、まあ、ジャスパークローネなんかも結構いい動きしてるんですよね。やっぱり今回結構、前が残りそうな気がします。 逃げ馬から狙っていくのがいいかなと思いますかね。はい。結構逃げ馬みんな揃いも揃って追い切りの内容がいいんで、結構前、前目狙った方がいいかなと思いつつ、まあ、前に行く馬以外で一頭上げるとするなら、何でしょうかね。まあ、 マットクールとかはね、一周前追い切りでものすごい時計出してるんで、マットクールなんかも全然ありかなとは思うんですけど、今週の最終追い切りだけ見た場合、僕の中では結構穴馬ですけど、オールアットワンスなんかいいんじゃないでしょうか <laughs>。はい。まあ、そんなとこですかね。まあ、スプリンターズテックスに関してはまた予想を絞ってですね、えー、 土曜の夜までに、土曜の深夜までに、と、まあ、いうかもう日曜の早朝ですけどもね、はい、えー、その時間帯ぐらいまでにはね、ショートの方で予想動画も出させていただきます。えー、ということで、えー、阪神競馬の、まあ、予想を出しましたけども、まあ、あくまで、えー、ご参考程度に、えー、していただければと思います。えー、先週も言いましたが、はい、僕の予想は当たり、基本的に当たりませんのでね、まあ、あくまでご参考程度にということで、 まあえー、予想に迷ってる人がいたらね、えー、ぜひご参考にしてい,いただきたいですし、えー、予想に迷っているお友達とかいらっしゃったらね、えー、ぜひこの動画を共有していただければなと思います。えー、では本日の動画はこれで以上になります。えー、よければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。あ、余談ですけどもね、あの、チャンネル登録者数が70人を超えました。えー、ありがとうございます。はい。えー、もうね、励みになりますんで、これからも、 えー、応援の方引き続きよろしくお願いします。えー、ではまた。バイバイ。